歌うのが大好きだからです。あーいい歌何を歌ですか。娘巡礼なら。おー渋いね。こんなにプロフェッショナルなバスガイドさんにお会いできて感動しました。社長、このバスガイドさんの歌う娘巡礼は素晴らしいんです。どこのバスガイド？ホトトギスバスの山吹です。あのバスガイド調べといて。私たちバスガイドのリストラの話が出たわ。辞めるときは子供期待者って決めてるのに。ん、歌というのはこの声量、音程、リズム感が大事。これは1ヶ月後の栗竹ファミリーコンサートで皆さんが歌う曲です。そこで彼女を中心としたバスガイドたちでさぬきバスガイドシスターズというアイドルユニットを結成したいと考えています。ここは私に任せて。戦ってきます。みどりちゃんにとって音痴の克服イコール幸せってことだ。一緒に生きてきなさい。宇宙一幸せになりたい。わけありバスガイドたちが繰り広げるハートフルエンターテインメント、恋と音痴の方程式。